こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひなりです。たくみです、はい。今日はですね、一つ皆さんにご報告があって、この動画を撮らせていただくことになりました。はい。現在僕は大学4年生で、もう卒業のね、シーズンでございます。これに関して YouTube のコメント欄とかで、卒業してからについてとか、就職とか、就活についての質問が結構今までいろいろ来てて、まあ、タイミング的になかなか話すところがなかったっていうのと、僕の卒業がね、確定するまではちょっとお話しするのやめとこうと思って、以前の動画でもそういう風に伝えたんですけど、もろもろ決まったことがあるので、今回はそれをお伝えしていこうと思います。はい。ということでですね、まず僕の卒業できたのかできてないのか問題、はい、これは緊張ですね。結構ね、身内というかね、うん、近くの人からも心配されてて、友達とかそんな心配されてない、でもなんか大丈夫みたいな感じではあったよね。まあまあまあ、私自身もだけど結構みんなに心配されてましたねそうそうですね、留年したことはないし、まあ、真面目に通ってはなかったかな、まあ、周りの友達に比べたらちょっと俺の方が単位取れてなかった節はある。じゃあ細かい話すると、僕はね、大学3年生の時にゼミに入んなかったので、通常の単位数がちょっと多かったっていうのもあって、うん、プラス2、3項目ぐらい取らなきゃいけない感じでしたね。そうそうそう、だからみんななんか卒論に追われていると思うんですけど、僕卒論なくて、卒論書けばもう卒業みたいな感じでみんな言ってるんだけど、僕は卒論がないから成績でなんか何かしらねダメだったら卒業できなかったわけっていうのもあって、なかなか報告するのが遅くなりましたけど、無事に、卒業いたしました。ありがとうございます。卒業決定したんだよね。そう卒業は決定しました。まだ卒業式はしていないけど、はい、でもしかしたら卒業式の日動画撮るかなと思ってるので、もしかしたら撮るかもしれない。一旦ね、卒業できるということで4年間ね頑張りましたと。お疲れ様でした。ありがとうございます。それでね、卒業して家族にも一応報告しておめでとうってなって、そっからですよね、みんなが聞きたいのは、はい、多分みんな卒業したらというか、まあ卒業する前から就活、就職、大学院とか進路について皆さん考えると思うんですけど、まあいろんな選択肢がありますからね。そうそうそう、僕の周りもほぼほぼ卒業したら就職する、文系なので、院に行く人も結構少ないから、まあ、ほぼ就職するっていう形なんですよ。でじゃあ僕はねどうするのかっていうのからまず先にお伝えしておきますと、僕は、就職しません。はい、これをね聞いて皆さんどう思うかわかんないし、多分感づいてる方も結構多いんじゃないかなとは思うんですけど、なんでそういう風な決定をしたかっていうところからお話していきたいと思います。でまずみんな就職するってなったら、真っ先に思いつくのが就活、就職活動ね、思いつくと思うんですけど、まあわからない人のために伝えておくと、4年生のね3月に卒業するわけじゃん、みんなで。3年生の3月、だから卒業の約1年前、1個上の先輩が卒業するタイミングぐらいからみんな就活っていうものは大体始める。早い人はもっと先に始めてたりするけどね。でインターンとかいわゆる就活を経て就職するわけなんですけど、僕は一応企業説明会には行きました。僕がちょっと興味があったウェブ広告とかの会社に企業説明会に行って、まあ一通りね話を聞いたんですけど、僕がそこで思ったのは、周りの子たちを見てて、あ、僕就活できないなって思ってその時ね。で、それなんでかっていうと、まあ、仕事内容とかもすごく詳細に説明していただいて、まあ、もちろんそれはね、職種によるので、一概にこうとは言えないんですけど、努力に見合ったお給料がいただける会社を見つけられないなって思ったんですよ。やりたいことだったらまだしも、僕はその時やりたいことがそういう一般就職のようなものじゃなかったの。だから、そこで就職するかつ、自分が今まで生きてきた努力量とか、まあ、就活にかけてきた時間以上の対価が得られないのは納得ができなかった。っていうのが僕の素直な感想。だし、みんなそう思ってる人もいたとしても、でも就職しなきゃなとか、周りが就職するからなって思いながら就職してる人も多分いっぱいいると思うんだよね。で、僕はそこで一歩踏みとどまったっていう感じです。で、じゃあ、果たして僕が何をやりたいのか、自分のやりたいことが何なのかっていうところなんですけど、その頃 YouTube やってたけど、YouTube のチャンネル登録者数で言うと5万人くらいのチャンネルの編集者かつクリエイターだった。わけですよ。でまあそのバックグラウンドが皆さんにとってどれぐらいのものっていう認識かはちょっとわからないし、僕たちの見え方と皆さんの見え方ちょっと違うと思うので、一概にこうとは言えないんですけど、僕はそれをやっててすごく楽しかったし、今までなんかいろいろやりたいこととか、まあ、スポーツも含め学業も含めいろんなことも勉強してきたし、いろんなスポーツもしてきたけど、一番自分の中で、あ、これやってる時って自分が一番楽しそうなことしてるなって思えたことだったのよ。それは映像編集も含め動画を撮るってこと自体も含め、自分からしたらそんなに現実的なことじゃなかったんだけど、これが仕事になったらすごく幸せだろうなって心の底から思ってた。なので僕はこれを突き詰めて、その時は登録者5万人ぐらいだったので、別にそんなに大きなチャンネル、まあもちろん今もそんなに大きなチャンネルとまでは言えないけど、今に比べたらまだ規模も3分の1ぐらいだし、まだ事務所にも入ってないしっていうことを踏まえたら、割と無謀なことを考えていたのかもしれないけど、その時は。でも僕はこの映像表現とか動画編集者っていうお仕事としても、僕はこれを続けたいなってその時に思った。なので就職も就活もその時に僕はしないなって決めました。
じゃあ就職就活しながら動画編集とか YouTube チャンネルもできるんじゃないのって左みたいに多分思った方もいると思うんですけど、僕もまあそれを考えたこともあったし、ほとんどの人が親孝行するためにも就職しようって思う方がねほとんどだと思うし、僕も実際そう思ったこともありましたけど、現状ね YouTube の動画編集に関しては僕が全部受け持ってて、でその投稿ペースとかこれからのチャンネルについて考えていた時に、就職してね僕が週5日間働いて、その残りの2日間ないしはその週5働いた後に残った時間で動画週4本編集して撮影をしてっていうのを一人でできる自信がなかったっていうのは正直なところです。もしこれができるのであれば僕はそれが一番理想系だと思うし、 YouTube っていうのはまあ事務所に入ってるとはいえ、僕たちが動画投稿をやめたらその瞬間お給料はなくなるわけじゃん。だからその自分の努力とかが直結して普通の会社に勤めてる方より目に見えて分かりやすく金額として出るわけです。なのでもちろん会社に勤めてればその安心はありつつ、動画編集とか YouTube っていうところで自分のやりたいこと、それでしかもお金をいただけることを全うできるっていうのは多分一番それがバランスの取れた一番安定した方法だと思うし、いなりはそれを今やってるから大変だと思うけど、それが一番ね理想だと思うんだけど、まあ僕はその動画編集をやってるってこともあるし、僕が就職した時に今まで通り投稿できるとも思えなかったし、もちろん安心とか安定も大事だけど、自分のやりたいことへのペースが遅くなることにつながるのかなと思って、僕はそこで両立もしないっていう風に決めたっていう感じですね。伝わったかな。じゃあこれからね3月で卒業して4月になってみんな新社会人になる、そのタイミングで僕はどうしていくのかこれからっていうことに関してなんですけど、 YouTube を続けます。今まで通り最近 Vlog チャンネル作ったっていうのもあるし、感じた方もいるかもしれないけど YouTube をやめるつもりはないです。じゃあ何をしていくのかっていうと、まあ、Vlog チャンネルとメインチャンネルの編集をこれから今まで通り僕が受け持ちます。学生だった時も大して忙しいこともなかったし、4年生だったのもあって、あってせいぜいレポートぐらいだったから今までとほぼほぼ変わらないんですけど、気持ちの面で言うとやっぱり周りが社会人で働き出して、あ負けてられないなっていうところも正直今少しずつ周りを見てると出てくる。就職してる奴らの方が大変だし、まあ、環境もすごくガラッと変わるから、通勤したりとか、まあ、家でリモートワークだとしても学校っていうコミュニティから会社っていうコミュニティに変わるから、僕はそれがない分自分で戒めなきゃいけないんだなっていうのを少しずつ実感していますね。あと何するのか、 YouTube 以外ね何していくのかっていうのは、たくさんやりたいことは公言してないだけでいっぱいあるので、それが少しずつ現実になるように動いていこうって思ってます。なので今形になってるものは YouTube しかなくて、多分心配な方もねもしかしたらいるかもしれないんですけど、形は今まで通りと何も変わらないっていうことですね、っていう感じですね。ざっとお話しする感じ。はい、ということで本日は僕の進路についてお話しさせていただきました。いかがでしたか。まあ社会人の先輩として私も口うるさく逐一言い続けてきてたので、まあいろんなことを加味した上でたくみくんがこの判断をしたっていうのが、まあこの動画で伝わればいいなっていうふうに思ってます。で私もたくみくんもこの YouTube っていうねむねむボーイっていう空間がすごく好きで、これを続けたいっていう気持ちはすごく強くあって、二人でもだし今見てくださって応援してくださってる皆さんともこれからもっとこれを大きくしていって、この楽しい空間を続けていきたいなっていう気持ちが多分すごく大きい、気持ちが大きいからこその今回の決断だったのかなっていうふうに思います。まあそう、左には全部話してたし、逐一そのタイミングでね進路について話したりとかずっと前からしてたので、多分一番理解してるとは思うんだけど、それがね今のこの短い時間で皆さんに伝わったかだけが心配。多分今ここでたくみくん大丈夫かなっていうその心配の気持ちを応援の気持ちに変えてくれたらすごく嬉しい、うん、そうだね、もうしょうがない大きくしてやるかって、うん思ってくれたらそうね、 YouTube がダメになったら僕がもうのたれ死ぬから応援してやるかって、うん、今までフォローしてなかったけどフォローしてやるかっていうね、そうそうそう、優しさがあると嬉しいですね。それ嬉しいね、はい、僕にとっては割と大きな決断ではあるので、これからも皆さんに楽しんでいただけるように、そして、まあ、左ともっといろんな活躍というかいろんなことができるように、いろんなことに挑戦できるようにこれからも頑張っていきますので、今まで応援してくださっている方も引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでたくみくん卒業決まって本当に良かったねって思った人、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。